シャツ捨てていい。嘘でしょ、うちのイケメン四天王全員草薙さんのこと好きになっちゃった。かっか、賑やかなランチタイムは楽しいの。転校生ちょっと調子乗りすぎじゃない？乗ってるよね、絶対ビッチやわあいつ。ビッチって何？わかんないけど、パパがママによくそう言って怒鳴ってる。ふーん、確かに調子に乗りすぎかも。児童会長としてビッチにはちょっと注意してあげないとね。